あそこに、ハリマがいます。朝、瀬戸内海中央部から倉橋沖に来た、ハリマなのですが、それからはご覧の通り、右へ左へと行ったり来たりしているのです。はーい、180度ターンをします。こんな感じで、何度か行ったり来たりをしていました。左からやってきたのは、瀬戸内汽船が保有する、クルーズ船の、銀河。広島、呉間の地上の交通路が、寸断された、2018年7月の、豪雨災害の時は、超豪華通勤客船として、活躍しました。内尾艇を回収していますね。敵車救助訓練でもやっていたのでしょうか。呉方面に向かって、動き出しましたね。それでは、藤原さんも呉に向かいますか。